はい、で移動、車の移動をお願いします。日本でやんなきゃいけないから、まあ難しいっすよ。あのだって一番課題なのは最終の、はい、外に出てくるところじゃないですか。あの、はいはい、僕のサイドスタートそうですね、新作版の始まりの、はいはい、右そして左、はい、でストレートの使い方で、はい、で振り出しの良さが決まるのに、決まってます。結構みんな向こうルーズなんで、ね、それは決まらないわ。ドリフトしなさいと言ったところをどうドリフトしてどういうラインで言わなかったですかね。どう思ってなるか。そうです、あえて言ってません。この人いやらしいと思ったんですか。はい、そこが大事なんです。朝のオリンピックで、はい、ラインが言いませんけどって、はい、なんてね、それがヒットなんです。そう、もう素晴らしいな。こうなるのどこ取ったっていいんだもん。うん、だから自由です。ああ、やっぱポイントはここだよって言ったんだから、そこに向けてが逆に言わないとこが大事なんですね。そう、本当に。そう、結構みんなドンコラみたいな感じで動くでしょ。はい、が動いてて立ち上がるときにもう辛いです。アウト側に寄っちゃうから、基本的にその振り出すため その自由なスペースがなくなる。なくなっちゃう。だから目の前のコーナーばっかり合わせてるから偉いですね、チャンピオン。身体的前に合わせてどうするんですね。はい、さあウォーミングアップはミドルでしょう。向こう側のほら